はい、こんにちは、サルーインです。散歩系の実況をしていきたいと思います。ちょっと久しぶりに撮ってたりするんですけど、地味に国力が6になったり、ランクが17になったり、5伝が4章まで、現在配信されてるのが4章までなので、とりあえず5伝が終了と。で、あとは、義と職の4章をクリアして、その後に武将列伝やろうかな、みたいな感じで考えております。ないしは、難易度何とかあるんでね。まあちょっと難易度何はね、多分結構難しいと思う。多分ね。全くやってないんであれですけど。ですよ。これですよ。まあ、今回ね、回せないんだけど、300溜まったら回しますんでね。10人投与、10連やります。いやー、銀平ちゃん来ましたよ、銀平ちゃんが。しかも、帝夫人もね、いるからね。うん。まあちょっとね、呂布は引けませんでしたけど、ちょっと銀平ちゃんは引いていきたいかなという感じですね。で、今回はね、何をするかというと、まあその告知的な話と、あとあれか、フォロワー的な話はまあ、また今度でいいかな。フォローとフォロワーに関しては。うん。てかまあ前話したのとほとんど変わってないです。まだフォロワーさんが100人になったら、ちょっとまた新たな、話をしていこうかなと。で、今回はですね、結局なんですけど、結局っていうかこの話したっけかな。とりあえずね、ゲーセン行って、Wi-Fi 繋いでオールドットネットだったっけ？セガさんのWi-Fi ネットワーク的なやつに繋いでもなんかね、最初の1回しか本当もらえなくて、エラーが出ちゃってもらえなくて、再設定しようにもなんかいまいちわからん状態で、鍵が手に入らなかったんですけど、そう、木札で合ってる？何個か交換しまして、そう、これもね、まあ実際、まあ銭は、まあ強化に使う感じだけど、まあ言うて、やっぱ特売のとこは美味しいと思うんでね。まあ、この桃はちょっと取ってないですけど。うん。で、素材もまだ取ってないけどね。うん。で、木札が結構ね、まあちょこちょこね、特売のとこは使っていこうかなという感じで使ったんですよね、何個か。うん。この辺使っております。まあ、ちょっと重いとこは残してるけどね。桃って俺、もらわなかったんだっけ？交換したような気もするんだけどな。あれかな、これは火とかで来るのかな、わかんないけど。あとは、この辺、アクリル画で、ちょっと眠い。で、まあ、取る気は正直ないんで、まあ、強いんでしょう、多分。多分、みたいな。まあ、詳細も見れっけど。あ、そう、あと、これ気になることが一個あって、わかる方がいれば教えてほしいんですけど、あ、これも強そうだね。武将の、なんていうの？自分の武将が今、どういうっていうか、武将の詳細ってどこで見たらいいんですかね？見たいんですけど、見れないんですよね。いや、ほら、なんか除血とかさ、女の子でも除血、多分、まあ、OD 以外だったら多分除血になるのかなとは思うんだけどね。槍とか、弓とか、馬とかやったらね。なんで一応、まあ、大凶が除血扱いにはなってるっぽいから、まあ、大凶でいいかなとは思ってるんですけど、どうやって見たらいいのかわかんないんですよね。その武将カードの詳細。この辺はさ、まあね、こういうのは見れるんですよ。だけど、カードが見れないんですよね、カードが。で、他にカード触れるところっていうのが、ね、編成とかやけど、編成だと、入れ替えしかできないよね。これ触っちゃうと入れ替えにしかならないから、できないじゃないですか。じゃ、強化なのかというと、ここで見れる情報って大したことないよね。あれ、なんか映像で出ない。こんな出ないんだっけ。あ、出るよね。
や出ないんですよ。だからどこでもう一押し頑張ろう。どこで見れるのか教えてもらっていいですか。見れないのかな。最初のガチャ引いた時とかは見れるんだけど、なんか私致命的な何かを見落としてるとかあるかもしれないんで、よかったら教えてください。わかる方いらっしゃいましたら。はい、通行ってあれかな、表クエストとかで見るとか。いやそら、いやこれほらこうなるしね。ねえ無理だよ、無理無理。派遣一覧、ああそれは派遣やしな。特力とか触れんの？触れへん。なんかあるんかな、他に触れるとこがある。いや触ってもなみたいな感じでね。分からん。なるほど、分からんってやつです。というわけでまあいや、しゃあないんで、バターいきましょうか。初級からとりあえず星4か、星4以下でクリアしなきゃいけないと。賛成力で星4以下ね。これ多分全部一緒だよね。 OK。 というわけで星4で組める賛成力の強いデッキを組んでみよう。純子ちゃん挑戦とか使えないからね。もう勝ちゃいいって話だったら、てかあんま育ってないんだよな、言うとマジレスすると。女の子デッキでいこうか。賛成力か。女の子にならんな。いやまあお父ちゃんとか入れりゃいけるけど、お父ちゃんレベル低いんだよね。まあ言うてか、最初はそんなに小難しくないんだよね。じゃあこれでいこう。賛成力だね。軍友の女の子は挑戦しかいないからな、残念。ただクリアするだけでしょ、これ。簡単やね。さあ、行きましょう。ちなみにあれやっけ。まあ、中級も15とかだから、多分そんなに小難しくないんだろうね。しかもこれ一応2回までクリアする価値はあるんだよね。てかもう漢字隠蔽持ってる人いるんだよね。裏山ですよね。というわけで、ちょっと漢字隠蔽連れていこうか。隠蔽ちゃん。どんぐらいだったっけ。もう久しぶりに出るから覚えてないな。この心が届きますように。すごい楽な気がするけど。ほう、毒持ち、あくびが出るぐらい強いな。それは強いのかって感じだけどね。毒を受けてしまった。てかそうか、賛成力やからバンバン使ってった方がいいんかもね。とはいえだね。とはいえね。なんだと俺でも変わらんか。サクッといかない、サクッある意味このやっぱ宝山城のこれ強いっすよね。宝山城じゃねえ。なんで今俺宝山城っつったえぇ、ー、純子ちゃんね。俺宝山城で今なんで何突破って言ってんじゃないの。まあまあまあ。ね、純子ちゃんのこれね。まあ置いとけるっていうね。先置き。しかも別にターンまたぐから。全然いいっていうね。ああ、赤ちゃんだな。なんかすごいな。あくびがすいませんね。なんか、まあ寝たは寝たんだけど。寝たりないかな。もうちょっと寝た方がいいか。毒直した方がいい。ジムにこの浄化とかもね、舐めちゃいけない。てか、よく見たら盾ばっかやん、これ。これ、しんどいな。倒せなーい。すごいな。さすがに方向はジャグだったな。やっぱ同キャラ入れるとこうなるよね。そりゃそうだって話なんで。私は今日まで生き延びてきた。だったり倒したいんでしょ。頑張る。賢者って知力も上がるやん、確か。じゃあここでラクダ落として、どっちが強かったっけ。大して変わんねえかな。多分どっちもピンキンでからいい。反抗した。マジか、反抗持ちか。っていうかこれやーこれは
位置はあれ、さすがに全員、ああまあやれないこともないけどね、まあいいでしょう。うん、まあザコはスルーでバタイだけ倒しましょう。130か、倒せそうだ。あー前屈できないこともないな。あーいや無理か。ダメだ、上しか行けないからダメだ。マックス3人か、3人で倒せないかもね。そうやったら無理することもないような気もすんな。まあね、このターンは見送るか。っていうか誰一人避けらんないっていうね。次のターンあれだね、落雷打って勝てばいいかなみたいな感じかな。それやったらワンパンかけるとこだ。痛い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 、さすがに簡単だね。でこれでペチャンコにして、まあ、ツーパンで足りるかとか、ワンパンで出たとか。というわけで、これでクリアと。で、ミッションも達成と。で、キリスナーゲット、対戦ポイント。これ一応2回まではもらえるみたいだからね。あ、それは銀手ちゃんの技使うの忘れた。ああ、意外とそうだ。これ、馬とか結構もらえるんだよね。いや、悪くないよね、実際。なんか、仮にもっと欲しいんだけどね。もらえないんだよね。そろそろだから本当に、ちょっと運営さんに問い合わせた方がいいかな。釣り中級やりますか。てか、さすがにちょっとあの攻撃範囲がギャグなんで変えます、さすがに。ちょっと。じゃあ、相手こう、もう4、3勢力以上いってるから4勢力にしようか。じゃあ、高孫さんでも使うか。本当にみたいな感じだけど。いや、ここは5くらいにするか。で、横が入ったし、これでいいんじゃない？じゃあ行こうか。19。あれ？なんかもう一個なんだったっけ？誰も撤退せずか。撤退しないように行きたいか。じゃ回復とかちょっと見たいかな。そうね。バタイ潰す。まあ、ちょ、挑戦かな、したら。さて。行きますせい。まあまあ余裕でしょう。数が多いな。まあまあ、ここは一体で処理していくのがベストなんじゃないか。で、結局。すいません。あくびがよけれます。数を散らしておくのがいいかな。あ、てか相手馬だったから、今や大器を微妙だったかもね。まあいいでしょう。まあ、確実に倒していこう。あ、確実って言って倒せないな、これ。倒せねえわ、左。火力不足やな。割と火力不足やな。69か。3人ぐらいなら倒せっかな。でもなんか弱体化してんだけど、これ、今。ちょっと怪しい。あ、倒せませんね。倒せませんね。てか弱体化強い。弱体化ってさ、結構えぐいよね。なんていうか、ターンまたいだりとかするしさ、なかなかやらしいと思うけど。まあ、多分何ターンとかで治るんだろうけどさ。いや、範囲攻撃。ああ、よく考えたらそうか。大江ちゃんとか連れてきた方がよかったね、これね。よくなそう。ちょっと良くないね。いや、だいぶ良くないね。どうしようかな。ちょっとちまちましてるな。火力が足りないね。
非常に。このゲームね、そんな除血だから火力がないとかっていうことはないんだけど、それでもちょっとね、火力不足が否めないというかね、そうだね。しゃあないか。小づくだけ。まあ回復は豊富だから、基本的にそうそう落ちることはないけど。ああ、ここ大気はちょっと回復したい？いや、先にとりあえず、これ回復量少ないんだけど、入れ替えはできるからね。大気は母兵使おうかと思ったけど、ここは、いや、41倒せんのかな？弱体化してから倒せないよね、やっぱり。しくったー。ああ、しかも大気を殴らないで、大気は。大気が一番疲弊してんだからさ、もう、自重してくださいよ。ここは全軍攻撃する必要がないんでやりません。さあバタイさん、さてと何が来るかだな。てか槍連れてくればよかったね。よかった。単純にさ、馬なんだからさ、槍軍団の方が超楽やったのにね。アホですな。しかも 4号か、結構高いね4号。おい、しばらくバタイさんには寝ててもらおうか。3ターンボスが動かないって超楽やからね。うわ、ちょっときついな。さすがに、これはきついな。みんながみんな殴れないな。やれんことはないけど、すごいめんどくさい。さすがにいいわ。ってことで、大凶は火力ないんで、大凶以外で行こうか。でもそれも結構微妙やな。通さなあかんから、こう、ね、遠すぎる。純子ちゃん使った方がよかったよね。大手を放置、大手を回復してくれ。まあ言うて士気たまんないからな。これで全員殴れるね。どっから行く？大手の方が行くか。はい、あと一旦置かないからね。だいぶ楽だね。いやーでもさっきやっぱ士気ため損なったの痛かったな。まあ、ここは教えで押し切れないね、これね。まだちょっと足んないな。あと82。まあ、相手がバリアを張らないタイプだったら問題なしかな。痛いな。これで勝ち確かな。特に、今8人倒せるだろうけどね。まあ一応ここは気持ち回復しとこうか。はい。これで終わりでしょう。弱体としても、ああ、問題ないですね。倒せますね。OK でーす。イエース。ちょっとまあ、パーティー編成悪かったけどね。OK でーす。絆ゲット。でも、絆だけあってもしょうがないんだよね。カードがないとさ。そのカードっていうのは多分、超級とかクリアしないとね。多分、蝶賀さんも超級クリアしないともらえなかったの。おお！中級って結構いいのもらえんね。マジか。いい武具もらえますね。そうなんだ。で、多分中級って2回目とかもあるんだよね、これ多分ね。ちょっと見ていい？これで、見れなくなっちゃった。くそ。はい。というわけで、じゃあ、今回はこの辺でじゃあ終了しましょうか。まあ、まだね、時間はあるから。もうちょっとね、うまいこと。あとは、ちょっとゲーセンの方の対応をもうちょっとね、していきたいかなという感じですね。はい、じゃあ、お疲れ様でした。バイバイでーす。